うん、襲って。どうも。いいね、ありがとう。遅っ、寝すぎて。いや、寝てないよ、起きたよ。起きてたよ。何があったんだよ、何もないよ。特に何もない。FX ね、事故って、事故じゃないです。20あの YouTube ライブでやってたよ。FX はやんないといけないけど、リティさんと遊んだばっかだろ。なんでベッド2つ、いや1個だと思ったんだけど2つあったんだよ。特に1人って書いたんだけど、何かと思った。あれはだから、そういうこと何もしてませんよっていう証明で、ね、あの悪魔って悪魔、悪魔ってやばい。北海道やってるわけないじゃん、ついてたんだから。そうそう、リティが善一くんの近くだから泊まってくって言われたって言ってて、泊まってくはって言ってないな、それは言ってないな。泊まってくなんて、泊まってくは言ってないな。ベッドの匂い嗅いでないわ。やってもいいじゃん。いや、やろうと、いや、やろうと思ってない、そもそも。やったら一番やばいタイプだと思うし、やったらやばいタイプだと思う、あの人。大きさと動きがすごいけど、やったらやばいってわかるでしょ、どう考えても、うん、それはお前もな。まあ確かに、まあブーメランかもしれないけど、うん、いや、どこをどう見てお似合いなのかわからないんだけど、うん、あんなに女性に何というか冷たいというか冷めた感じで言ったの初めてだね、人生で。33年間で、うん、ある意味すごいよ。ある意味あんなに素っ気ない対応ができるのってすごいよ。だいたい必死になるか、だいたいデレデレするんだけど自分って、うん、まあ特にブーちゃんとかにはそうだったし、おにや今日ことあったから病んでる。いや今日もさ、なんかさ、 あんま言っていいのかな、今日もさなんか知らんけどさ、料理自分が作るって言った、あのまあ昨日確かに料理配信とかしたいねって言ってたけど、何をかまあリスナーに言われたのかな、料理を食べに行きたいんですけど、あ、行きたいんですけどっていうか、なんか行くみたいな感じになってて、えっと思ったもん。いや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 って速攻で断って、いや今日はもういいんじゃないですかねっつって、しかもその後なんかスープカレーを食べに行く予定だったけど、友達がキャンセルになって食べに行こうって言われたけど断った、うん、呼びなんて呼ぶわけないでしょ、呼ぶわけないっていうか、もう別に家じゃなくてもいい気がするけど、
いや、あんまり、いや、友達だけども、売名とか、まあ、売名なんじゃない？売名なのっていうか、売名でも何でもいいんだけど、どっちでもいいんだけど、とにかく、まあ、ちょっと危ない人ですね。とにかく怖い人ですね。あんまり踏み入ったら、あんまり深いことに入ったら怖いなと。北海道なるべく早く離れた方が良さそう。違う理由で離れることになっちゃうかな。違う理由で離れなきゃいけなくなっちゃうかもしれない。やべえと思ってもう、やべえ、もう逃げなきゃみたいな。違う理由で。いや、あんまりかかりたくないっていうか、別に毎日会うものじゃないと思うけど、友達っていうのは。だって毎日ってか、昼までいたやん、昼までいたじゃんみたいな、昼までいたじゃないですかみたいな。リティさん優しい、ブーちゃん誘って3人でご飯行こうって言って、それに対してブーちゃんは3人は嫌だなって言ってた。2人がいいよって、リティさんと。それを聞いてしょぼんとしてたね、しょぼんと。メガホンありがとう。突き放したらっていうか、突き別に話してもないし、普通にあれだよ。夕方帰ったらまた夜来たくなるよ。それ友達じゃないじゃん。連絡したんだ。連絡したって誰に？連絡してないよ。こっちからリティさんに連絡することはない。なんかあっちから連絡が来た。放送中にかけてんじゃない？放送中にかけたんじゃない？やめてほしい、タヌキも。リティさんの枠のタヌキが多分言ってんだろうね。善逸の家行けど。そういうこと本気で信じちゃうというか、そのままのことしそうなタイプなんだから、やめろよ。うん。ああいうタイプって、そういうコメントに流されてするタイプだから、もうやめてくれよ。本当に。京都友達いないね。いや、なんで友達の、なんで毎日いるのよ。いい部屋。ヘルメットみたいな髪型になったよ。いや、可愛くなってたよね。うん。売名に決まってる。いや、売名でもどっちでもいいんだけど、どうでもいいんだけど、とにかく。そんなに別にリティさんのことを深く考えることもないな。まあ、どうでもいいね、正直。いい子、いい人だと思うよ。別に。いい人だと思うけど、別にそこまで興味がないな。興味がないっていうか、危ないと思うから。いや、決別っていうか、図に乗る態度を明確に。いや、だから合ってるでしょ、自分の態度。別に。優しくしないだよね。優しくしないというか、別に普通にしてるよ。そこも似てる。いや、似てるとかやめてほしいよ。ショートにして可愛い。ショート見たことないから、すごく似合ってたと思うけど。反射、いや、今日はちょっと起きてポツンと見てました。善逸と恋愛ありますか？絶対ない。まず顔と心情が無理。ブーもなぜベッドが2つあるのか謎だと。
だから入った時にあったから、うん、絶対無理だよ。自分も無理だけどな。これ以上近づくと危険な、うん、近づくとって言えば別に友達だから、まあ別にそんな必要以上に、うん、高額アイテムだね。今日どうしたらいいってどういうこと？ベッド2つあってよかった。ベッド別々だから大丈夫だよって誘えるもん。いや別にもう来てほしくないな、来てほしくないなっていうか別に、うん、だってスケッパで寝ないといけないから、寝れない、そんな寝れないから。包丁隠しとって KP ありがとう。友達を作りたいのか。友達か。いや友達はまあ自然にできるものだから。なんか今日かっこいい。ブーちゃん監視する暇あるならリティと取っ組み合いしてほしい。あの血を見ることにある、血を見ることにある。いやモテ男って別にリティさんもそんな目で見てないよ。自分も見てないけど、リティさんはだって好きな人いるし、そのなんかタイプがあれなんだって、イケメンが好きならしい。やるじゃん。状況見てないんじゃない？多分ブーちゃんは。なんか自分が誘ったと思ってた。身長低いの？いやリティさんより高かった。162か3だから。いやイケメンだったらモテてるでしょう。やっぱな、自分は。好きな人には恵まれないんだな。恵まれないというか、好きな人とは結ばれないんだな。うん、養分なら言ってるね。養分さ、あと先考えず行くんじゃない？キスしたり、うん、でも絶対に自分はしない、リティさんとは。なぜならば後の地獄が見えるから。後の地獄を想像ができるから。自分の好きな人が幸せなら良くない。170くらいはあるのかと思った。身長は高く確かに見えるけど。包丁馬乗り地獄。養分リス、いや養分さんだって普通に誰から構わずキスするじゃん、酔ったら、うん、いつも。自分どんなに酔ってもそんなことしない。それは違う。あと相手を見る、相手を見るっていうか、相手を見るな。わーわーと同じイメージだ。何時ぐらい帰ったのって、いや12時ぐらいかな。お昼の12時ぐらいに帰った。家賃たまあ普通じゃね。前日のこと書いてるよ。いいよ別に書いてるよって。何もしてないね今日。ベッド2つも確かにいらない。いやー
てか山田リティさんはクセモノだと思うよ。いや多分、あ、 YouTube のアイカブ見た、証拠残ってたでしょ、出てるの。ロング好きだったらショートにしようと思ったのはちょっとあれって、うん、なんか別にそこまですることないのになると思うけど、春喜んでたね、喜んでた。まあ自分も別にあの、なんだろうな、元に戻ろうとか思ってないんだけどな、本当に元に戻りたいとかもう諦めてるというか、そういうのは全くないんだけども、だから普通にまあね、まあ普通の友達に戻れればと思って、春札幌に呼ぼう。そう、来てほしいね。彼女いないよ。今日ブーちゃんの枠に山田リリーさんが来てフォローしましたとか言ってた。おせかいかもしれないけど気をつけた方がいい。気をつけた方がいいってどういうこと？気をつけた方がいいっていうか、気をつけてるよ。だって言っとくけど、みんなだけだと思ってるかもしれないけど、かなりいろんな人から来てるよ。山田リティさんのことはね、ブーちゃんとリティさん友達というか会ったことあるらしいけど。ありがとうふまちゃん。絶対絶命の危機って感じだね。気は紛れたけど、その癒しとかじゃないね。癒しとかじゃないし、いや確かに気は、ま、面白かったけど、癒しとかではないね。癒しとかじゃないね。なんかでも、いやこういう言い方したら悪いけど、なんだろう、ストレス解消にはなる。ボロクソ言えるから、相手のことを目の前で。だって女性に地雷とか普通言わないけど、地雷ってすごい言ったもん。リティに、ああそれ言ってたね。刺激ありすぎでしょ。ちょっと闇から救ってくれた。自分が辛い時に一緒にいてくれたことは感謝。まあそれはね、うん、友達もないけど。それはちょっと喜んでた、喜んでたんだ。それは良かったね。興味がない相手の態度、興味がないっていうか、うん、まあ、興味がないのかな。あ、興味ないっていうか、相手も興味ないよ。お互いに興味ないんですよ。言葉よりは態度があからさまだった。でもパルちゃんにも言われたけど、ああいう態度だったらね、ブーちゃんには良かったのにって言ってたけどね、パルパルさんが。できないよね。でも好きな相手にはあんな、好きな相手にあんな、もうめちゃくちゃ言えないよね、あの適当に。J1 は気持ちいいぐらい性格悪い。性格悪いじゃなくて、だって普
通に思うこと言ってるだけだよ。全員使うの、そうっすか。音と次は次の移動先、多分どっちにも悪影響だよ。ゴーストバッバスターズ、あ、くまちゃんありがとう。お付き合いすることはないにしても友達はにはいいんじゃない。いや友達には、はい、これでと友達嫌ですって言ったら病むでしょ。多分友達も無理ですって言ったら病むんじゃない。なんか友達なんだけど、あでもさ、もうこれブーメランになっちゃうからな。重いね。まあ自分もまあ本当にそういうとこ似てんだけど、重いね。ブーちゃんには上から言えない、言えなかった。札幌で配信してるネギトロちゃんと仲良くなってよ。なんでそんな女の子と絡ませようとするの。興味はないね。興味っていうかそういう興味はない。あの動物的な感じ。いや、あの、いや違う、多分放送のリスナーで言われたんだよ、タヌキ。友達としては興味が湧いてる。いや、興味湧いてるんだよ。だって自分一切連絡こっちからしてないよ。うん、ブーちゃんは4分とか0番から上から目線になるの好きだね。だからそれは分かるけど、自分はできなかったんだよ。自分はブーちゃんをいじることは できなかった。なんだろう。だから好き。あれだったからじゃない。好きだったからじゃない。好きっていうか興味がある人には優しくしてしまう。せっかくつながった縁を大事にした方がいい。ネギトラちゃん見たらしょうがないでしょ。知ってるよ。だからネギトラちゃん見たことはないけど、その名前となんかブーちゃんが言ってたよ、めっちゃ可愛いって。イケちゃんと合わない。男の人来ても嫌ないって言ってたじゃん。男の人、いや、ぜひパルちゃんとヨウムさんが来てほしいね、ここね。あ、でもあの二人仲悪いからな。どっちかな。思いとか見てたらやん。札幌池ちゃんになんで小指ないのか聞く配信してよ。多分首吹っ飛ぶわ、そんなこと聞いたら。自分の首が吹っ飛ぶわ、一瞬で。そもそも善一は乗り気じゃなかったもんね、山田さんと。乗る気じゃないってさ、だって自分エンディさんの LINE 無視してたんだぞ。なんか来たんだけどね、ビティさんの LINE の紹介が。でもうわー、なんか嫌だよな、嫌な予感するなと思って、で放送してたらなんかそういう流れになって、うわこれもう、まあこれもうダメだなと思って。しかも合わないって言ったらなんか頭ぶつけるとか言うし、ブーちゃんもいじられたかったのかな。だから自分がブーちゃんを全くタイプじゃなくて、ブーちゃんのことを全く好きじゃなかったら、ああいうこと言えるんだろうね。ああいうこと言えたんだろうね。人生っていうのは難しいね。パルちゃん来てほしい。まずは北海道1ヶ月で去ろう。新規一転しよう。ちょっとまあそれわかんない。こんばんは。ニヤニヤしたのは、引いて面白かったんだよ。
だってあんなこと言う人いる、だって包丁とかさ、なんかなかなか見れないじゃん、ああいう人って、うん、相性良いと思うけど、なんで、なんか、なんでそういう流れにするの。相性いいわけないだろ。性格悪いだけに見えちゃう。普段言わないからね。キャストの札幌の腹黒モスカちゃんと絡んでよ。もうちょっとね、自分ね、あんまりコラボ疲れるのよ、もう。今正直言って、あんまりコラボとかしたくなかったんだよ、正直。ドッと疲れたもんね、昨日。もう、ドッと疲れたもんね、昨日。今の時期、あんまりね、いろんな人とコラボしたくない。男でもしたくないな、今。男もブーちゃん忘れるのも、いや、これはね、ブーちゃん忘れるのっていうか、もうそれは時間の問題なんだよ。もう忘れようとするともう忘れられないし、これは時間の問題で。自然にね、忘れていけ、まあ別に忘れなくてもいいんだけど、別に、だから、もう戻りたいとか思ってないし、思ってないしっていうか、もう、戻れないと思うし、そういうのは考えてないけど、別にだから、普通に仲良くはしていきたいなとは思うけど、こんばんは。どうやって借りたの？気合で借りた。山田を抱いてやりなよ。抱きません。次の恋愛すればいい思いになる。次の恋愛はちょっと今恋をしたくない。なんかしよう。今日でも何もやる気ないな。風船ありがとう。札幌に部屋借りないで南下の旅の方が良かった。何南下って。復縁とかいいですし。まあでも、めんどくさいからというか。でも、なんだろう。まあ悲しいけれど。まあ、文ちゃんにとってはこれが正解だったのかなと、思った。元の文ちゃんに戻れたから、それは正解だったのかなって思うけど。まあ、あのままなってたら多分無理やったなと。ツイッターフォロー、後でしとくね。札幌池ちゃん、このコラボを見たい。いや、いいですよ、ね、いいですよって上から言うとあれだけど、ぜひ札幌行けちゃうさ。俺もそこを借りれる、知らない。北海道企画、ちょっと来月のイベントでやろうかな、なんか。呼べよって呼びたくねえよ、もう。なんで呼ばなきゃいけないの、毎日も。悲しいけどそうだね。綺麗な部屋でしょ。
なんか目的地を九州にして下に降りていく旅で、そうそう、好きな人が幸せの方がいいよ、前日は辛いかもだけど正解だったんで、正解としか思えないよな。でもな、正解だったんだな、辛いけど、辛い現実だよ。辛い現実だよ。もしかしてもう特定された？いや、特定されてないじゃん。最終地点は沖縄だな。なんで沖縄だ？なんでいつもすぐ振られる？なんだろうね、多分魅力がないからじゃん。いや、ちょっとね、そろそろ美容院行きたいんだよ。伸びてきたから。美容院行きたいんだけど。ちょっとだから、今週じゃないか。来週行こうかな。あ、海爺さん久しぶり。正確かな。夜は大満足だな。夜とかじゃなくて。永遠に伸ばしっぱなしだ。ロング好きだ。ショートしよう。ショートある。付き合えるんだから魅力あるんじゃない。付き合えても続かないかったら意味ないじゃん。そばのライズ行く。何ライズって。配信者の人に来てもらう。モヒカンにしよう。やだよ。なんでブーちゃんに見せるの。ああ、普通にまた前みたいな髪型にしようかな。気持ちを切り替えて北海道の食材で料理配信だ。いや、もう食っちゃったんだよ今日。なんか作るか。なんか急展開してるみたい。急展開、まあいろいろありましたね。好きだった人とお別れしてですね。今北海道。最後に一生一緒にいれる人と出会えたらいいんじゃない。あ、いいこと言うね。でももうなんだろう。恋をしたら絶対別れが来るから、もう疲れちゃったっていうか嫌だな。今は嫌な気持ちになってる。恋人を作ったら別れなきゃいけないという、別れが来てしまうという。なんか自由の方がいいのかなと。海の幸多いし。いつも早すぎるね。恋愛したら別れるか結婚かどうかだ。そうなんだ。結婚前提に付き合うしかない。重くない？でも結婚前提に付き合ってくださいとか言うの。早かったなっていうか、いや早かったように思いですけど、2番目に長いんだよ、2番目に。半年、一番長いのは半年で、その次3ヶ月、その次その次長いのは2ヶ月で1ヶ月かな。
善一くんの人生楽しんで、ありがとう。いや、今のところ綺麗。そんなこと言ってたじゃん、もう。北海道まで徒歩で来ても、なんで徒歩で来るんだよ。北海道に来る前に分かってたのに、大阪にいればよかっただろう。だから、いればよかっただろうって言うけど、もう、解約したのは12月なので、12月の15日ぐらいにもう延長しませんっつって、解約してたから、もう出ることは決定してたわけで。だから大阪出ることは決定してたわけで。どこに行くかは、あれだったけども、しかもその頃はまだ仲良かったから、仲良かったっていうか、もう普通にめちゃくちゃ仲良かったわけで。1月入ってからちょっと雲行きがね怪しくなって、でそうなったけども、 AV 女優と6ヶ月か。 AV 女優じゃないだろ。その年で半年が、いや配信者ではね、配信者じゃなかったら2年とかあるけど、配信者はね。ヨヨちゃんも前日の介護よく耐えた方で、ヒゲ伸ばすら、いや顎ヒゲ伸ばしてたんだけど剃っちゃったんだよね、この前。ちょっと漫画の写真を撮るために。徒歩で歩けくれば恋愛なんとかした。そうなの。荷物は届い、いや荷物は言ってない、ちょっとめんどくさくなし、めんどくさくなって、どうしようかなみたいな。大阪は正直言ってね、もう飽きたんだよね。もう行くとこ決まってて、しかもまあでも人は好きだったけど、大阪の人は友達多いし、ママとは毎日連絡取れてる、撮れてるのっていうか、別に自分撮ってないな、撮ってるのっていうか一方的に来るけど。恋愛バブル崩壊した、どうしようもなかったのはわかるけど、そのまま北海道には良くないと。まあちょっとまだ考えてない。スポーツとかしてるモテるようになる。スポーツしたい。なんか違う、なんかまあ放送も大事だけど、なんか夢中なものを見つけたい。沖縄の選択肢はないだろう。なんで沖縄なの。名古屋も面白くないな。飽きたな。福岡。効果はまあいいかもしれないけど、同棲にはすごくいい部屋。実家戻るのはないね、選択肢に。実家に戻ったところで 何もいいことがないね。自由じゃないね、実家は。自由だけどなんか嫌なんだよね。下に親がいて、 見られながらやるのって気まずいんだよね。降りた瞬間なんか説教とかさ、放送の感想とか言われるし、いつも、夕飯行くたびに今日の放送どうだったとか、なんか感想を言うしね、あの人こうだよねみたいな、そういうのも嫌だったし、もう黙ってくれって思ったし、もう感想会はいいからみたいな、毎回なんか聞かれるしね、なんかもうそれが嫌だったな。もうなんで見られながら自分やってんだと思って、何にも言えないしできないわ。しかも今日稼いだアイテムのさ、アイテムのことも言われてさ、今日いっぱい稼いだねとかさ、今日これぐらい稼いだんでしょうみたいな、それも嫌じゃない。もうやめてくれと思って、もうもう大阪は暖かい人が多い、全員さんに会わなかった。
沖縄住みやすい、そう、美味しい。沖縄か、車ないと不便じゃない。おばあちゃんまでリスナーになってた、うん、なった。アイテムの合計、そうだよ、アイテム計算されんだよ。花火、花火何発だからこうだよねみたいな。嫌じゃないか、やらしいなっていうか、親にアイテムの計算されんのやらしいなと思うけど、もう嫌だなって。こんだけ稼いだからいいじゃんみたいな。なんか、お、焼肉おごってよとかさ。女性みたいに一緒にだよ。頼もしいな。いや、面白くないよ。夜の回数も検査される。それはないよ。BO というか、まあ FX はしたいけど、FX をして、なんだろう、家賃代を稼ぎたい、ね、家賃代を。いや、おごったればいいじゃんって、おごってたよ。おごった時もあるよ、もちろん。焼き肉。アイテムの金額知ってるんじゃない？女についていって振られるとか、メンタル崩壊するわ。女についていって振られるとか、メンタル崩壊。あの、まあでも、北海道に来たのは自分の判断だし、そうなると思ってきたから、あの、そういう、相手は悪くない。今日の配信は水をちびちび飲んで、本当に。いや、どっかっていうか、ちょっと買い物行ってつまみでも作ろうかなと思うけど、まあまだいいかな。さっき食べちゃったからお腹空いてないけど、徒歩で雪山登ろう。ネギトロちゃん狙おうよ。狙わないよ。だからもう別に誰行きたいとか思ってないんだよね。洗濯できたかな。山のお風呂も、お風呂もいいでしょ意外と。お風呂もちゃんと、お風呂とトイレ別だから。洗剤もあるね。かわいい。いい匂いだ。ちょっと干すか。ここに持って干して。あ、ホテル、ホテルじゃない。ホテルじゃない。いや、バレてない、バレてないはず、バレてないはず、いや、バレてないはず、うん、やめてよ、バレてないかな。いや、大阪よりひどいんだよね、多分部屋的には、部屋的には広いんだけど家っぽくないね。家っぽくない。大阪より広いけど、家っぽさはないね。なんかホテルっぽいね。
家賃は、いや、大阪よりちょっと高いね。大阪よりちょっと高い。まあ、しょうがない。しょうがない。広いからかな。いや、場所が高いんじゃない。場所が。場所が高いんじゃない。場所が。そういうこと言うから。いや、北海道って、いや、場所によっては安いと思うけど、都会は高いんじゃない。都会は。いや、同棲するんだったらもっと違う部屋にしてたけど。まあここは一人用じゃないかな。二人で過ごせないこともないけど。ベッド2ついらない。いや、すすきの遠いですね。わかりません。やめてください。すすきの知りません、そんなところ。何？は、ルンバ、ルンバ1台って何？ルンバって何？ルンバって何？目と鼻の先にすすきの。いや、何言ってるかちょっと分かんないです。畳めないね、ベッド。まあでもいいんじゃない、2つあっても。もう来人用で、あ、客人用で。まあ養分さん、養分さんとか来たね、養分さんとか来た時に、まあ来ない、まあ来るか知らないけど、養分さんとか来ればね、パルちゃんとか。なんで片方しかないんだ。なんで。片方しかない、ね。これ乾燥。ここで乾くのか。これでこれでさ、か、洗濯物って乾くもんなの？よくわかんないんだけど。これでいいの？乾燥するの？乾くのかな？いや、乾燥機能ついて、乾燥機能ついてるけど、いいのか。乾くと思う。まあまあまあ、もうひら開き直ってちょっと堂々と部屋移しちゃってるけど、キッチンはちょっと気に入ってるね。キッチンは、キッチンはかなり広いんで、
キッチンかなり広いからいいですね。キッチンが。ゴミ袋有料だよ。そうなんだ。このコップはお前未練タラタラな、タラタラだなって思われそうだけど、あのあれですね、あのブーちゃんと作ったやつ。おたれを捨てろってどういうこと。いや、物に罪はない。物に罪はない。実家に置くの。なんで？いいよ別に。次はいつ引っ越す？いや、分かんない。特に決めてない。決めてないですね。いい感じじゃん。いい感じの家。まあでも正直言って、このベッドをいらないから、ここにソファーとか置いてほしかったな。このスペースに。ダブルでいいじゃん。ローグンさんからもらった箸、もちろん持ってますよ。養分伊藤さんからいただいた夫婦箸、北海道で2人で使ってよって、誕生日にいただいた、北海道で使ってよって言ってくれた目音箸、もちろん大事に、リュックに入れて持ってきたんですけど、一人で二つ使います。一人で二つ使います。窓がない。いや、一つで二人使います。目音橋嫌がらせ案件って、いや、その頃仲良かったから、仲良かったってか、あれだから、一つで二つ。なんでキティちゃんと使うの。あ、リティさん。キティちゃんと、リティさん。天下一品の小皿、これも、でも結構食器があるからいいね。食器があるから、わかんない、スーパーないかもしんない、1時間歩かないと。知らないけど、いい家っていうか、どうなんだろう、まあ悪くはないけど、まあいい点はあれかな、あの1週間に1回あの頼めば掃除してくれるところかな。自分で掃除しなくていいっていう。そばにある。自分にとっていい。テレビでもなんかこれが嫌だな。テレビが、壁にかかってるのが嫌だな。
郵便ポスト大きい、わかんない、掃除苦手だもん。え、掃除別に苦手、まあ苦手かな。嫌だってなんか FX、 あーでも しやすいか逆に、あーしやすいか逆に、 FX するならちょっと不便かなと思ったんだけど。おいおいおい、何回ってそんな特定、あの特定やめてください。何回か言わないよ、何回かも言わないし、別に何も言わない、バレてないと思う。ウーバーイーツ用いいじゃん、なんでやな。日の当たりによると、日の当たりで分かるわけねえだろ。ヒントじゃ、ヒントはあげません。田舎暮らし、田舎ではないけどな、田舎ではない。でない。いや来るのかな、ウーバーイーツとかここに来るのかな、来るのか分かんない。コンビニは確かに近いけど、こんな特徴的には特定されてないんだね。来るんだ。元気になった、てんてんさん。あ、てんてんさんじゃない、忍者さん。具合良くなった。出前館もウーバーも来る便利な場所。熱下がった、よかった。そういう男だよ。でも ID がてんてんだって書いてあるのかな、隠しようがないけどな。でも ID がてんてんだって書いてあるのかな、買い物行こうかな、ちょっと買い物行こうかな。や、見上がりだから来週ご飯行こう。来週、はい、ぜひ。今から大丈夫、もうやってない。あ、もう10時半か、10時半か。小樽運河行こうか、小樽運河。うまいものあるんですかね、うまいもの、うん、でも お寿司とかうまそう、小樽とか。いや何も買ってないんだよ、ご飯とか。24時間スーパーある。ディナーベって何、近くにあるの、近くにあるのって。いや近くにあるかわかんないけど、お酒買ってきたい、ちょっとお酒が飲みたい。ディナーベルってところ、あるよって。お酒飲みたいな、ディナーベル。たぬき工事のドン・キホーテ24時間って。なんか自分の住所知ってるみたいな言い方やめてくれる？本当に。いや、リティさん呼んでない。あの、てんてんさんとデート。デートって、デートとはまた違うんだ。セイコーマートのカツ丼もうまい。うん、買い物配信なんてしたらバレちゃうじゃん、近所が。外配信できないよ、近所バレちゃうから。どこかバレちゃうよ、やだよ。てんてんさんなら安心して待たせられる。
やバレてるってバレてないよ。ご飯食べて送るよ。ありがとうございます。もうバレてる。じゃあちょっと買いに行く。料理作ろうかな。料理っていうかなんかつまみ的ななんかあるかな。ちょっとお酒と合いそうなつまみを作りたいな。ちょっとおつまみね。イカゴロって何？おつまみ、おつまみ。ビールに合うおつまみ。料理配信。料理配信というかまあ、西成に戻ってない。どうしよう、何作ろうかな。なんかかちょっと簡単なつまみみたいな。簡単な。あ、ありがとう大ちゃん大満足。どんちき切り込みうまいんだよ。切り込みって、まあ、ブーちゃんが教えてくれたんだけど、あれ初めて食べてうまかったな。あれうまいね、ニシンの切り込み。売ってんのかな。ちょっと何作ろう。料理配信ありがとうございます。いつもいやでもちょっとまあミシンの切り込みも買うけども、ちょっと一個作りたい何かを、簡単なものを。スーパーやってんのこんな時間に。だってもう10時半だよ。やってないんじゃない。もう10時半ですよ。もうやってないじゃないか。とっとと言ったら、いやだって材料見ないと何作るか、何作りたいとか今決めてないから。ディナーベルどうしよう、何作ろうかな。もうぶっうーん、いやな、自分で作りたいんだよ。別にウーバーで頼みたいと思ってない。作るのでもめんどくさいけど。あ、豚の7-11まで、まあいいか、とりあえず行くんです。もう行って決めるか、行って決めるかっていうか、行って決めよう。本当にスーパーやってるのか。スーパーだよ。あーでもちょっとこれ出るとき、出るとき気をつけないと。ちょっとラジオにするわ一回、ね、ラジオ。いやー一回隠してバレそうだからな。これは最近ふわっちすぐ落ちる。そうなの。いや怖いね、ちょっと怖いねこれ。ミュートするね。
この辺は何でもあるよ。ディナベ。最悪、多分最悪だよ。やってんのかな。スーパー。ディナベなんてないんだけど。何ですかディナベって。ディナーベルってやつか。ディナーベルってやつか。滑る。スーパーディナーベル。こんばんは。ご当地スーパー。多分こっちだけなんじゃない。サポート、あ、そう、札幌に気をつけて、気をつけます。安くはないね。多分や安い、安くはないね。めちゃくちゃ高い。高い、普通じゃないよ。光熱費ないから。スケートリングだ。これ川なの？あ、マイバッグ。あ、マイバッグないね。寒い。知らない。ロッカー。ニシンの切り込み売ってんのかな、スーパーに。スパイク買ってないね。転倒するなよ。うわ、危ない。ツルツルだよ。ヤフースパイカーを。危ない。いや、今日そんなに寒いとは思わないけど。寒くはないけど。うん、寒い感じはしない。今までの方が寒かったね。札幌市民なので何かあれば聞いてください。おー、頼もしいね。頼もしい。明日荒れるらしい。何荒れるって。今日何曜だっけ、金曜だっけ。あ、今日も、あ、今日まだ木曜か。明日が金曜か。スノボー行きますか。まだそんな元気ないっすね、スノボー。スノボー行くぐらいの、まだ元気はないっすね。いつか行きたいですね。いつか。明日、吹雪なの。今日雪降ってないんじゃない。あ、危ない。 FX やりたいけど家賃稼げたらいいな。 FX で危ない。なんでディナーベル結構悪いことで、なんで知ってんだよ。なんで知ってんだよ。 GPS ついてんのかよ。スパイク付きの長靴を買った方がいい。昨日のでも居酒屋うまかったな。あのなんだっけ、あ、リティさんと行ったところ、あそこ良かったな。放送もできて
あそこ、あそこいいな。うわ、雰囲気あるバーだよ。あ、思ってる。雰囲気あるバーだ。ここで一人で自分が飲んでたら浮くんだろうな、こういう。あ、アメリカのバーみたいなところで。始まってないよ。マイポケも便利。マイポケ。外人だった。あそこの天下一品、前、あ、この前行ったんだけど、まあまあうまかったね。遠いな。雪風も近い。こんばんは、変なおじさん。こんばんは。北海道は横断歩道を手を挙げて渡らないと罰金が来る。本当かよ、そんな厳しいの。え、めっちゃ酔ってる、めっちゃ酔っ払ってる人がいた。天一うまいと思ったことない。ここら辺まあ、あの多いからね、ホストとかホストクラブとか、なんかそういう飲み屋が、うん、飲み屋多いからね。まあ、新宿みたいなもんだろう、多分歌舞伎町みたいな。俺もう払ってしまう。ホストやれば。あ、ケバブだ。ここのことだ、ケバブ。ケバブ。ホスト似合う。クラブか、これ。クラブまであるんだ。あの下な、そうだよ。ちょっと結構歩くね。自分がホストなんてやったら、なんかあれじゃん、なんかなんだっけ、ヘルプみたいな、下っ端みたいな、ずっとやってそうだよ。下っ端みたいな。お酒をずっと飲む係、飲ませられる係。飲み酔いな。え、セコマ893ばっかりなの。怖いな。昨日全然酔ってなかったでしょ。でも自分結構飲んだけど酔わなかったな。24条あたり放送したら一番になれる。何その24条って。セイコーマート、セコマ、北海道にあるなんだろう、限定のコンビニ。え、発砲事件もたびたびある。スーパーに行く。眠かったね、正直。めちゃくちゃ眠かったよ。もう最後の辺もうちょっともう、うんうんうんって聞いてただけだもん、相づち打って。ディナーベルは右か、あそこか。ディナーベル、
北海道といえば水曜どうでしょう。水曜どうでしょう。北海道来て何日目今自分って結構いるのかな。もうパルちゃんの電話覚えてるよ。いい友達になれそう。誰あのリティさん、うん、いい友達というか、うん、なんで泣くんだよ。水沢どうでしょう。北海道行きたい。いや、池ちゃんさんとコラボもしたいけど、今度元気になったら。よいしょ。どんな靴って、おい、わざと聞いてんだろね。どんな靴ってわざと聞いてない。どんな靴ってルーちゃんからもらった靴だよ、うん、クリスマスに。みけちゃんはなぜか全員と遊びたそう。なんか言うこと聞きそうだからじゃない。下っ端みたいな、下っ端みたいに扱えると思ってんじゃない。お、着いたね。何持ってる。お、うわ、一元だ。でもこっちにいるのに一元をこれで買う意味がないよ。実際行けよっていう、うん、実際行けよっていう。どこに売ってんの、ミシンの。ニシンのニシン切り込み。いや、ここはどこかわからない。もう肉も売ってるよ。家で食べる。お魚コーナー行ってる。お、ホルモンだ。本買おうかな。これもいいね。これうまそうじゃない。塩ホルモン、これがいいか。札幌南高原。すごい。フライパンあるよ。両方ない。これでしょ。北海道のやっぱ刺身は違うでしょ。でもなんかあんま変わってないな。東京とか大阪とあんまり見た目あんま変わんない。色が悪いな。炭屋の方がうまいの。
ちょ、買えるかじゃ。松尾も、いや、そんな買うことない。そんな買うことなくない？炭屋にするかじゃ。炭屋にしよう。なんか、何公園だよ。ニシンの切り込みどこにあるんだ。売ってるもんなの。ジンギスカン、なんでな、ジンギスカンとかいらないだろう。売ってないよ、ニシンの切り込み。狛江売ってるわ、狛江。売ってないよ。売り切れかな。売り切れなんじゃない。あ、見てこれ、北海道ならではのマダチ。これ白子みたいなもんだけど、白子なのかな。マダチ普通に売ってるよ。え、白子なんのかな、 別名なのかな。なんか白子に似てるけど、こっちではマダチっていうのかな、よくわかんないな。え、売ってないんだけど、ニシンの切り込み売ってないんだけど。関東に売ってないんだ、マダチって。ちょっとニシンの切り込み食べたかったんだけど、ないな。塩辛とかあるところ、じゃあここら辺だと思うんだけどな。塩辛だ、ここら辺だろう。あった、あったわ。これ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 、ホタテの塩辛、ホタテの塩辛とかある。すげえ。ご飯でも食べ、ご飯食べたくなっちゃうから。どこ、ご飯ないんだよ。ご飯がない。え、いや、店で食べたのはうまかったけど、果たしてあのうまいのか分かんない。ここ何これ、北海道限定リボン、うまそう。ナポリン、これこれ飲もう。ナポリン、あとお酒買おうか。今日はあれだな、このホルモン炒めにするわ。あのこれに他に何か入れた方がいいのある。これに何か入れた方がいいのある。野菜入れるべき。そのままの方がいい。ネギ、もやし、もやし入れたらうまいの。キャベツと白菜とネギ、もやし入れるかじゃあ。あ、ニラ、ニラいいかもね。ニラはいいかも。ビール買うよ。
千歳飴買えよ、はい、何千歳飴、どこですかね野菜、ニラ、ニラは買いたいね、いや明日別に明日同じの作るか分かんない、もやし、もやしとニラでいいか、あ、醤油くらい買っといた方がいい、ニラがないんだけど、なんで焼きそば弁当買うの、あお米、あお米欲しくなるな、これ絶対このホルモン絶対お米あったらめっちゃうまいな、えでも塩ホルモンだから塩ついてるんじゃない、あ油必要か、え調味料いらないでしょこれ、あでもな塩コショウ買うべきか、塩コショウ買うべきか、ダメだまたニラがない、もうなんでスーパー、この前も大阪で行った時ニラなかったぞ、またニラないぞ、ここもないぞ、時期じゃないの、ああったあったニラ、牛脂でいいの、あ調味料いらないやつ、じゃあ今かいいっすか、買わなくて牛脂もらう、牛脂もらおう、わかんない、大阪より安いかよくわかんない、珍しいのあるねいっぱいね、え牛脂もらうべきだろ、ないわないわ、牛脂ないわ、外に出ないかも、え明日そんなにやばいの、吹雪がやばいらしいね明日、明日5メートル降る、5ミリ降る、牛肉の方にもないね牛脂が、こんなことある、スーパーにないの牛脂、なんでないんだ牛脂は、有料なのか、牛脂ない、あった2個もらおう、玄関開かないじゃん、そんなに降るの、そんなやばいの、ご飯も買っておくべき、そんなにやばいの、まあ、これちょっとでも忠告聞いて明日降っちゃったら怖いから買っとくか、じゃあ5個買うわ、ね、5個パック塩コショウ、えいる？でもいらなくないかご飯、いや米買えって、確かに炊飯器あるんだわ、炊飯器あるんだわ、確かに
炊飯器あるんだった。米いるかな。いやまだいいと思うんだけど正直。米買うべき。炊くのめんどくさい。北海道に引っ越した。今日はそれ食えよ。いいよねもう。今日はこれでいいと思うから。そんな明日出れるだろう。外出れないことないだろう。いや重いよ。だってこれ持ってくんだぜね。歩いて米なんて持てないよ。夢ピリカ。お、なんだこれは。なんだこの魅力的なパッケージ。冷やしぼり。なにこれ。こっちだけのか。なんだよ全然関係ないじゃん。兵庫じゃないか。北海道のだと思った。全然違うじゃん。地酒じゃないんじゃないこれ。こっちのじゃない。でもちょっと気になる。頭痛くなったら嫌な。あ、これこの前飲んだけどうまかった。これ地酒。これうまかったね。あ、すいません。ビールがいい。ビールが。どれだ。やっぱこれでしょう。札幌といえば札幌クラシック。これでしょう。北海道いるね。菜箸はあると思う。何これ。バドワイザー。ゆっくりと。うわーすげえ。バドワイザーが入ってる。あと他に買うものないかな。もういいかなこれで。え、わ悲しい。もうすぐバレンタインデーなのか。悲しい。悲しくなってきた。調味料はいらないでしょ。塩コショウだけ買おうかな。ちょっともやし入れるから。塩コショウ。チョコあげたい。みんなくれるのチョコ。でも手作りチョコはちょっとやだな。怖いから。みんなを別に疑ってるわけじゃないから。塩コショウない。塩コショウ。自分本当にすごい愛情がこもった手作りチョコレートをもらったことないかも。ないんだけど塩コショウは。あ、ここ塩しかないな。あのなんかあの
よくある味付き胡椒とかないのかな。あの2つね、あの ベルのタレ、何ベルのタレって、だからベルのタレって何ですか。ベルのタレ、ベルのタレって何。やばい、慣れないスープ、あ、スーパーだとクラクラしてくる、めまいがしてくる。ベルマークのタレって何のために買うんだ。だからそれベルマークのタレって何のために買うの、今何に使うの。え、なんで今いらなくないか、ベル、これベルマークの今なんで、だって今使わないでしょこれ。ジンギスカンだぞこれ。いや今どう見てもいらないだこれ。いや買っとけって、今買わない、今いらないでしょ、ホルモンだよ。だって美味しいって、だって美味しいって、今使わないでよ。なんで無駄にかませようとするの。絶対いらないだろ今。ジンギスカン買うとき買えばいいんじゃない。あ、北海道の人はみんな買ってるんだ。そんなにうまいんだ、そんなにうまいんだ。道民の言うこと、いや今、いや買うけど今買わなくていいんじゃん。え、みんな喉渇いたらたまに飲むよって。ちょっと待って、塩コショウがマジでない。ちょっと聞くか、なんでないんだろう。ポカリの代わりに飲む。すいません、塩コショウってどう。ああ。あ、はい、ありがとうございます、はい、あったこれでいいな。これでいいや。よし、じゃあ帰りますか。いらないでしょニンニク。なんでニンニク何に使うの。どんどんなんかどんどん増えるな。おお、北海道らしい。スープカレーの種類が多い、北海道らしい。これはなかなかないよ、スープカレーの種類が。ニンニクチューブ何にでも使うだろう。まだ探さないといけないじゃん。あ、ニンニクホルモンに入れたらうまい。ニンニク、朝食べるのないよ。もうまた分かんなくなっちゃった。あ、ほんのりニンニクの味ついてる。まあでも、まあ、ニンニクが大いに越したことないから、うん、ニンニクが大いに越したことない。見つけるのがだるいっすね、ニンニク。ここかな、ここお菓子だな、あっちかな。さっきの塩コショウのとこにあった。あ、本当だ、あるじゃん、あるわ。これでいいで、よし、
ご飯だからいい。じゃあチン買う、チン買うよ。チンの買うよ。夢ピリカ、夢ピリカ。これ持てんのか、こんな。酒たいいですよ、4本で。足りなかったらもう近くのコンビニで買うよ。いくらするんだろう。3000円ぐらいするかな。あっイケちゃんさん、足りなかったらイケちゃん呼べ。そんな飯、あの下辺みたいに札幌イケちゃんを使っていいの？おいイケちゃん、酒買ってこいやって言っていいの？酒足りねえんだよって言って、あの使っていいの？顎で。優しいからいいんだ、大丈夫だ、酒買ってこいよっつって。いや冗談ですからね、冗談。た例えばの話、例えばの話で言っただけだから、冗談だから。くれぐれも箱で飛ばすなよ。本気にしたら。本気にしたら怖いです。火薬さんみたいになっちゃう。火薬さんみたいな、カリちゃんさんに言ったみたいになっちゃう。火薬さんみたいに重い。イケちゃん車乗って機嫌いいから大丈夫。そうなの？いやまあそんな使わないですけどね。これ相当あるよ。これちょっと遠いよ、このスーパー。別に近くないよこれ。自転車だったら近いけど、ちょっと遠いよこれ。これ遠いねこれ。まあ同じぐらいかな、大阪の。いやもっと遠いかな。遠いねこれ。まあ品揃えはまあ良かったけど遠いね。2700円も使っちゃった。2700円。札幌つらいだろ。つらいっていうか地面が雪だからつらい。他はいいんだけど。遠くないで、4、5分で来てた。ちょっとね、ちょっと自分の家が分かんない、入れない。
かった。札幌帰りたい。あ、札幌出身なんだ、星芋さん。鮭雑、今から北海道のホルモン調理する。いや、してよって、だからこれからしますよ。靴にスパイクつけなきゃ。うん、ニシンの切り込み楽しみだな。これご飯と合うよ、ニシンの切り込み。寒い。玉ねぎない。なんで玉ねぎ必要なの。牛脂買ったよ。あ、牛脂買ったんじゃない、もらったよ。今ちょっと買うとすぐ5000円ぐらいいくから普通。うん、そんな高くなかったな。でもそんな食材は、アエグはアンダーバなんだ。アエグってアンダーバな、あれだね、厳しいね。ああ、キッチンペーパーとかないよ。まあだい、まあなんとかなるだろう。でも今日はなんとかなるだろう。当たり外れがある、ニシンの切り込み。京都めちゃくちゃ高かった。京都のスーパーマジで高い。佐藤水産のが美味しい。キッチンペーパーいるよ。ティッシュでやるよ。もう切り込み容器のやつうまい。うわー、なんかいい匂いがする。食材だけで5000円。なんか5000円のなんだっけな、なんか鍋作った気がするな。5000円の鍋、なんかな、鍋だっけな、なんか作った気がする。鍋なんだっけな、なんかそれでなんかエルマさんすげえ怒ってないけど、なんか呆れ返ってた。そんなしたのみたいな。信玄のラーメンは食べてないですね、まだ。ハンバーグだっけ。よいしょ。あー、肉、あーに、肉がなんか高いやつ買ったんだ、量り売りで。なんか肉高いの買ったよね。今怖かった。目の前からガラ悪い。もう明らかにあっちの人が来た。危なかった、怖かった。歩き方がもうあれだったわ、完全に。なんかいや、札幌池ちゃんさんだと思った。今本当に似てたよ、ちょっと。今似てたわ、ガチで。怖かった今。信玄、いや分かんない、うまいって聞くよね。でもうまいっていうか、なんかうまいらしいね。いや、まだ札幌池ちゃんさんとそこまでのな、心の、あれがないから、信用関係を作ってないから。信用関係作ったら助けに来てくれるか。あ、お疲れ様。何つ
ホルモンのね炒めを。くまちゃんありがとう。信用関係、信用関係大したことないな。信玄結局何がうまいの？札幌で一番うまいラーメンってどこなの？一番うまいラーメンは行ったことないね、まだ。正直言って味噌ラーメンってなんかね、どこ行ってもそのあんまりめっちゃうまいと思わないんだよ。どこも一緒に見えるんだよな。哲也、ひまわり、ひまわりうまい。どこにあるの？札幌にあるの？ひまわりって。哲也とひまわり、じゃあちょっと哲也とひまわりってところは行こうかな。哲也、何、哲也の何がいいの？味噌ラーメンがいいの？どっちも味噌ラーメンなの？醤油、あ、醤油もあるんだ。醤油ラーメン、あ、醤油なんだ。ひまわりは醤油が好き。磯名ガツオの醤油がうまい。醤油、ひまわりと哲也覚えとこう。サイか、サイミか。サイミは有名だね。スミレの、スミレと似てんでしょ。どうもシャマさん、サイミに並ぶほどではなかった。札幌ラーメン、まあ、ラーメンもうまいって言うからね、やっぱ北海道は。見たよ、すごいなんかかわいいね、かわいい感じになってたね。ボーイッシュな。北海道味噌ラーメン、寒いんだよ。いや違う違う、監視魚っていうか、たまたま今日見た。最近別に自分も放送してたから、ラナツ行きだ、ラナツ。寒い。寒い。ちょっと渡りたいね。ああ。何、タヌキでアンチコメって。アンチコメ書くわけないだろ。なんでアンチコメ書く。オカマバーなんだ、ラナツって。はあ、寒い。ちょっと寒くなってきた、手が。よいしょ。葉っぱつけてアンチコメ書いてるの配信者が多いらしい。怖いね、怖いな。同業者潰しか。怖いね。マイナス3度じゃ大したことないの。いや、なんかさっきよりでも寒くなってる。さっきよりは。北海道の冬を味わいたい。
して今日は暖かい方をちょっとミュートにします。よし、あ、寒い、あ、あったかい、あったかい、なんだよ、ただいま。池ちゃんと会うとき漢字ドリルをプレゼント。殴られるだろ、殴られるだろ、殴られるわ。ただいまです。もうちょっと休憩してから作ろう。切り込み、大事にしてるよ。ハンガー使っちゃったんだよ。だって洗濯機で、洗濯で使っちゃったんだよ。LINE 来る。ハンガーないの。あ、残り1本あった。残り1本。残り1本。大阪よりいい部屋。高いからね。高いっていうか、大阪より高いからね。大阪より高いからね。いや、これベッド一つでさ、ここ違う感じにしてほしかったな。ソファーがいいな。
あ、違うわ、こっちにソファー置いてあっちベッドだけにしたかったな。そしたらいいんだけど。ここのスペースがちょっとベッド2つ嫌がらせだよ。ベッド2つ嫌がらせ。手前にソファーでだから、自分あんまりね、この椅子に座りたくないのよ。椅子じゃなくて床に座りたいのよね。床がいいのよね。あんまり椅子に座りたくないんだよね。床で寝そべってたいんだよね。だからこの前の大阪みたいな部屋が良かったんだよね。寝そべって、こんな、くまちゃんありがとう。あ、ありがとう。ダブルが2つ、これ嫌がらせだろ本当に。ここ一応リビングです。机もあるんだけど、これそこに帰ろう。リビングのベッド。じゃあ作るか。なんでリビングのベッド置いたの？いたずらじゃない？いたずら。いたずらじゃない？おい、ちょっと待って、裁判。うわー、裁判しない。ないのか。中断。これじゃいけないな。なんで逆にないんだよ。うわあ、やばい。割り箸も、まあ、箸はあるけど、キッチンきれい。これでやるの？フライパン洗うよ、もちろん。素手でやる。まあ、ぼちぼちです。料理、北海道で、まあ、料理というほどの料理じゃない。調理、今日は調理。トングあってよかった。光熱費込みですね、使い放題。ああ、
ついてくださいよ。深夜ちょっと01が全室とコラボすればって全室さん進めてるよ。どういうこと？意味がわかんない。深夜ちょっと01が全室とコラボすればって誰、どういうこと？誰にコラボすればって進めてるのかよくわかんない。誰に進めてんの？あ、池上くん。池上くんは嫌いじゃないけど今はいいや。あ、ありがとう、料理できる、本当ありがとう。うちに泊まったからね。しかも、あ、前もう一回言うけど、いつも言うけど、あの自分家でお風呂入ってて全裸になって、ニヤしてこっち見てんだよ。廊下立って全裸で、ドア開けたらこっち向いてニヤニヤして見てんだよ、全裸で。あれはすごかったね。しかも何が驚いたって、下半身毛だらけで見えないの。毛深くて。チンゲでもう見えないという。どんだけ毛深いんだと思う。いや、大阪に比べたら寒いよ。釣りすぎ。毛だらけ。またクリームシチュー作りたいな。この前のあれうまかったな。北海道で作ったらなおさらうまいかもしれない。これ北海道なんか限定のドリンクです。リボン。これうまそうじゃない？もう 色からしてうまい。うまそう。からでも健康に悪そうだよ。リボン何味なんだろう。北海道の純粋塩、北海道のビート糖塩。なんかね、冷蔵庫今回でかいな。この前のところでかいな、冷蔵庫。メロン味なの？よいしょ。ニシンの切り込み。あとで食べる。そしてバナナ。バナナ売ってる。ふう。これを今日はっていうかおつまみ。塩ホルモン炭や、炭や塩ホルモン専門店の味。専門店の味っていうぐらい。基本的に自炊すると思う。
でも分かんないな。ちょっと分かんない。ビールがはかどる。ニラです。もつ鍋で炒めるだけ。もつ鍋。ニラ多いな。ニラ。多いぐらい入れようか。今度もつ鍋もやろう。塩コショウ。牛脂もらったね。もやしは。もやしはもうこれで洗う。よし、炒めますか。お皿。かなり油出る。ペーパー買わないといけない。キッチンペーパー。え、もやしから水分出まくって水っぽくなりそう。じゃあ水分取ります。水分取るか。水分ない。全然ないけど。電波悪い。あれがないな。あれがないっていうか、充電がないな。炒めるだけにしよう。コマ落ちする。ちょっと Wi-Fi に。Wi-Fi にした。じゃあ作ろうかな。めっちゃ火出たんだけど、パッて
なにこれ、ちょっと待ってよ、強いわ、おい強いわこれ、めっちゃ強いわ、怖いわ、うわ、おいこれやばいって、ちょっとなんかパッて出ない、なんだろうこれ、火が強いんだけど、バッて、これ大丈夫、爆発するんじゃない、ちょっと待ってこれ、ちょっと待って、これ強いよ、見てて、ほら、こ普通、あ、治ってきた、なんか変じゃない、普通か、収まってきたか、おおだ、ほら怖い、ちょっと待って、バッて出る、何これ、どういうこと、怖い、これ壊れてないか、バッて出る、どういうこと、最初はしょうがないの、調整するとこないね、これでいいの、なんとかいける、最初は強いよ、五徳がずれてない、ずれてる、いや怖いんだけど、これ爆発するんじゃないか、まな板溶けるな、おおちょっと、だからパッバッてする、ちょっと待って、ここまで来るよ、火っていうか熱が、ちょ、これ大丈夫、これどうすりゃいいの、いやつけると怖いんだけど、バッて来るんだけど、いや来てるって風が、もう離れないと怖いわ、うわほら危ない、ここまで飛んでるよ火が、ちょっとこれ最初だけじゃって怖くないか、こんなもんなのか、うわよし、これ気をつけないとダメだね、これ間違っても顔近づいてつけたら死ぬね、これ多分やばいね、これ気をつけないと、大阪と違うわ、いやこれおかしいな、火ついてる、これおかしいな、こんなもんなのかな、これちょっと怖いな、ついてるけどつける瞬間がなんかバッてなるんですよ、バッてつける瞬間バッてなるんだけど、いいの、つける瞬間バッてなるんですよ、フライパンのフライ、いやなんか変じゃない、火の形が、左だけ強いんだけど、左だけ炎がでかい、左だけ炎がでかい、左だけバランスが悪い、なんかバランスが悪い、バランスが悪い、左だけ炎の強さが強い、これどう大丈夫なんか、これ言った方がいいの、これついてるけど普通なの、よくわかんない、まあいいや、大丈夫ならいいや、じゃ真ん中のものにはずれてる、大丈夫って言ってるから大丈夫、野菜多いな、北海道はそうなんだ、多いな野菜、
あ、匂いがいい。てんてんさんおしゃれ。どういうこと？青いから大丈夫。菜箸がないからやりにくい。ニンニクチューブちょっと入れます。嬉しい。うわ、やりにくいな。あれ、フライパン返しがないから炒めにくいな。美味しそうって。ニラともやしだけなんだけど。俺は感謝してるから優しいんだよ、天狗さん。菜箸も買わないとない。ちょっと水分がやっぱ出てるね。スミヤの白ホルモン入れます。あ、多い、水分が出てる。ちょっといいのかな、こんなもんか。うわ、これうまそうだ。これ料理屋に出そう。料理屋さんに出そう。あ、臭いな、なんか。ちょっと火力高く。先に肉だろ。野菜からって書いてあったじゃん。騙したのか。確かに先に肉だけど、騙されたか、これ。騙された。確かに先に肉だろ、これ。先に肉だろ、これ。普通考えたら。水分すごいね。これさ、ホルモンだけの方がうまいんじゃないか、これ。まあ、わかんないけど。まあでも見栄えが悪いからな。ホルモンですね。こんばんは。野菜は、野菜を一旦皿に、あー、そっか、野菜を一回ザルに移せばよかったのか。そうか、そうすればよかったのか。ホルモンはよく焼かないと
当です。部屋紹介やった。勉強ってこと。切り込みあった。いや、まずくはないと思う。まずくはないと思う。ホルモンがでも焼けないな。慶之助さんがいる。ん？慶之助さん？あ、慶之助さんどうも。一人暮らしです。今北海道ですね。イケメンだよね、慶之助さん。でも慶之助さんみたいに男らしい男になってたらよかったな。そろそろいいんじゃない？目に入った。格闘技やる。アウトサイダー。もういいと思うな、そろそろ。多分いけるんじゃないか。よし、うわー、いい匂いだ。いい匂いだ。あんまりやりすぎると硬くなるな。食ってみりゃ、まあ、食ってみればいい。まあ、そっか、1個食ってみればいい。塩ホルモン、ニラともやし炒め。冷えてるやつ。ニシンの切り込み。これ北海道で結構有名。
電波ぶ電波悪い、距離が離れたから。いや、ご飯ちょっと今ご飯いらないかな、今。え、今も止まってる？電波、電波悪い、電波悪い、はい、あ、今やキッチンがダメなのかな。ホルモンの、ニラともやし炒め、塩ホルモン、ちょっと水分が結構出ちゃってね、やっぱ別々にすればよかったね、野菜と、野菜と別々にあのやってすればよかった。それ次回、次回というか、気分だから。べちゃべちゃ。ミシンの切り込み。もう使っちゃうか、これ。養分伊藤のプレゼントの目を飛ばし使うわ。片方なくなったけど使わせてもらうわ。じゃあちょっといただきます。美味しそうって。札幌クラシック、札幌フライポニミ、あ、ありがとう、くまちゃん。 KP も、ありがとう。いい箸だよね、これ。うまい、野菜。うん、ビールと合うね。綺麗な部屋。うわー、うわー、やばい、うまい、これ。すごい冷えてうまいね、クラシック。あ、大ちゃん、大満足、トンチキ、あ、ありがとう。そう、これ北海道の、ちょっと北海道のこのミシンの切り込みっていうの、これね、美味しいんですよ、ミシンの切り込み。ちょっと見た目グロいですけど、これ居酒屋でちょっと食べたら、初めて食べたらうまかったね。ブーちゃんに勧められて、食べたんですけど、いただきます。うん、あ、やっぱ好きだよ、これ。あ、KP100 個ありがとう。うわ、これうまい。うわ、これニシンの切り込みうまいわ。これご飯、めっちゃご飯と合うわ。これご飯と、どんな味って、むずいな。
どんな味って、なんだろう、なんていうの、どんな味って難しい。とにかくなんかご飯欲しくなる味。どんな味なんだろう。なんかね、ちょっと酸っぱくない。なんていうだろう。ああ、味噌っぽいっていうか、しょっぱい。漬けてある味噌。味噌っていうか、味噌につけてあるの。甘くないで、なんか麹の味。ニシンを麹でつけてください。そうらしい。じゃあそういう味です、女性配信者で例えたら愛子さんみたいな。すごい、なんか味がすごい美味しくなさそう。いや、なんか深い味がする。深い味が。お母さん、お母さんだよ。あ、うまいな。野菜おいしい。ホルモンはうまいんだけど、なんか薄いな、味が。水分取っちゃったのかな。ホルモン焼けてるけど、ちょっと味が多分薄くなってるね。部屋借りた。ナポリン買いまして、ナポリン。いい部屋。キッチンがいいね、広くて。料理しやすくて。あ、味噌味の方が良かったかも。塩コショウもっとやればよかった。あ、でも美味しい。春茶って何？ニシンの切り込みは、なんか青森、あれ東北の、あれ東北じゃないか。青森飲んだんだっけ。どこのなんだっけ、これ。北海道じゃないんだよ、確か。北海道と、どこの、あれ、とにかく関東には売ってない。関東には。うん、うまいね。あ、切り込み常備してる。ああ、なんで牡蠣の塩辛。牡蠣の塩辛は焼肉屋で食べた。ブーちゃんと言ってた。あれもうまかったな。あ、これがそうなんだ。さっき歌ってた。いや、適当に流してるから。適当に。焼き弁って何？焼きそば弁当？
焼きそば弁当はまだ買ってないですね。焼きそば弁当、北海道は焼きそば弁当っていうのがあるらしい。スープがついてる。カツゲン、うわ切り込みでお茶漬けって絶対うまいじゃん。元気そうでよかった。まあ元気、元気っていうか、まあ、考えると元気なくなるんだけど、考えないように今。バナナも美味しい。焼き弁当バナナ、焼き弁当バナナ。ガナナはね、この前買ったね。ガナナ。家賃はちょっとあんまり言うと特定されちゃうんで、大阪のちょっと高い、大阪7万円だったんですけど、それよりちょっと高い。カツゲンも美味しい。カツゲンって何？ホッキカレー食べてない。特定やめてください。本当バレたら怖いんで、本当。特定やめてください。特定。焼き酒やめよう。飲んでないとダメなんだよ。飲まないとダメなんだよ。ヤクルトみたいな飲み物買ってみよう。北海道いいよ。食べ物がやっぱうまいね。マミーより薄口の乳酸菌ジュースが活源。へえ。そうだね、ホルモンはやっぱなんだろう、炭火っていうか焼肉焼くやつで焼いた方がうまいかもね。フライパンだとあれかもね。まあないからしょうがないけど、わざわざ買おうとも思わないしな。北海道行くか。1回しか行ったことない。なんか鍋やりたいね。鍋をやりたいね。ブーちゃんはカツゲン好きじゃないって言ってた。そうなんだ。フライパンでもカリカリ。これ多分野菜と一緒にしたのが間違いだ。お、ソリありがとう。ダックさんありがとう。ヨーグルッペ、あ、ヨーグルッペはなんかリスナーさんからもらった。棚鍋。でも一人で鍋って辛いよね。一人で鍋ってやっぱワイワイしたいよね。うん、北海道にみんな来てくれたらいいのに。仲間が。でもな、大阪みたいにその大阪の時って結構あの床に座ってみんなでできたけど、ここちょっと机だから椅子買わないと座れないな。2人しか無理だ。
みんないろいろ教えてくれ。北海道に魅力感じる。北海道は魅力の塊でしょう。例えば誰、おはにちゃんって なんでおはにちゃんが。おはにちゃんは今大変でしょ、あの妊婦でベッドが占拠する、うん、ホテルっぽいな。しばらく北海道ですね、うん。ソファーとか、いや、処分するのが大変じゃん。すすきの駅でうろついてるよ。すすきの駅別にそんな人いなかったけど。沖縄なら都心に2回。沖縄もいいよね。いいけど住もうとは思わないね、沖縄って。うん、不便じゃない？なんか。車ないと、移動できなくない？沖縄こそ。沖縄ちょっと不便だな。北海道弁なんだっけ？なまらとかでしょ。なまらなんなんなまらみたいな。あとなんだっけ？なまらとかなんだっけ？他なんか言ってたな。なんだっけ？まあ、かわいいよね、その方言。ダメはそんな言わないだろ。ワイヤーそんないいよ。ワイヤーダメって言うの。なんかかわいいのあったんだよな。なんだっけな。かわいいなってたまに思ってた。なんとかしょう、あーなんとかしょうって言うね。捨てると投げるの違い分かる。分かんない。広島弁もかわいい。広島弁なんとかさ、それ沖縄じゃないの。何時から泣きますかってやめてよ。なんかな、な泣く流れのしたっけさ、したっけ。かわいいよな方言、北海道の。